おはようございます。まあもう11時なんです。まあ今起きたわけじゃないんですけど、もうお酒も飲んで炭酸入りの水も飲んで、ここすごい何気にですよね。これ屋根裏のでソファーベッドでしょ。で、まあ、テレビは自分見ないんでいいんですけど、多分これを自分の部屋にするならテレビは置かず、プロジェクターだけ置いて映画を見る。これすっごいちっちゃく収まってて、トイレ、なんだっけ、シャワーに冷蔵庫、あとハンガーとか全て。こんな家がやっぱいいですね。自分もちょっとまあ家族がいるんですけどね、こういう自分だけの部屋を持ちたいですね。持とうかな。というかこういう、多分普通だったらそんなに高く出ないんで、日本でもそういうところをこのくらいの水回り、これで完成ですからね、このスペースで、作って床はこんな感じか、結構ねやりたいと思う。ここだけ多分シャワーカーテン、ここはね絶対ガラスの扉をつけた方がいいと思うんで、もし自分で家にするならそうしますけどね。とにかくやっぱいろいろと刺激がありますね。いろんなとこ行くと、いつか作ろうと思います、このぐらいの規模の部屋を。はい、今から行ってきます。外出かけます。今日もまずは美術館に行って、グリングリが鳴ってしまった。友人のところに行って、夜はもう決まってないかな。エッフェル塔ってまだバンジージャンプできんのかな。エッフェル塔はまだバンジージャンプができんのか。確かマカオタワーと同じところがやってたと思うんですけど、めっちゃ影したい。とりあえずチャリで出かけようかと。やってるとと気持ちいい。で、赤から緑になるのを待って、よし、これで返却終了。返却終了。またここで好きなのを借ります。あれで来いよ。かっこいいな。どっちやっぱどこでも全てがかっこいい。お店もお店やったら大変だろうな。香港以上に。レストランとか。いいのかな。地図が全然精度が悪くてぐちゃぐちゃ。あれ、あれも合ってるかな。さっき真逆に言ってたよ。合ってんのかな。スケボー君と、あの、なんだっけな、立って乗るやつ、すごい流行ってます、自動で。やたら警察だらけ、重役の人がいるかもしれないです。さっきは一つ道が封鎖されてます。
シェイクスピアって。レモンパイとコーヒー。2時間ほどいまして、ここに。マックの充電も切れてきたことで、これから先ほど、ジュリアンさんに教わったパスタ屋さんに行ってきます。19時半からオープンってことです。ゾウドフ会が今やられてます。ここはノートロダム寺院だと思います。ノートロダム寺院、美味しいと教えてもらったパスタ、ここです。ブラックしかダメって言われたんですけど、頼んで入れていただきました。めっちゃうまそう、めっちゃうまそう、やばいうまい、うまかったんで2皿目です。あれだ、あそこにある緑のやつですね。ルイ・ヴィトンの人に教えてもらったやつ。教えてもらったとこ、こんな感じみたいです。まあいまいちでしたね。今10時、帰ります。今は10時です。今は10時。便利ですね、この街は。自転車で、オランダも便利だった、アムステルダムも便利だったけど、フランスも便利。ベルトがめっちゃキラキラしてる、すげえな。そう、これが流行ってんだよね今。ここ飲み屋街からか、全く一台もないよ。うちはもう近くなんで、ここに入って、夜でも女性が一人で犬の散歩をしてるぐらいなんで、治安がすごくいいんでしょう。入ってきました、うちです。